去り際のロキ殿の表情、まるでもう二度と会えぬかのような。一体何をやり遂げようとしているのか。ロキ殿を探し出し真意を問わねば。敵の中にはロキ殿の行方を知る者もいるはず。確かめねば。なんだ敵か。ロキ殿はどこにおられる。ロキだと知らないな。なぜここに敵が。ロキ殿の居場所をご存知か。お聞かせ願いたい。知らねえな。どこかで貴様らを滅ぼす算段でもしてるはずさ。早く追いつかねば。他の場所も探してみよう。さすがです。あなたならばと思っておりました。ロキ殿を探している。居場所を教えていただこう。知らねえよ。知っていても敵に教えやしないがな。どこでもなかったか。ロキ殿一体どこに。敵軍か。のこのこ入り込むとはいい度胸だ。ロキ殿は今どこに。お答えいただこう。俺とて命を惜しい。ここを教えるしかないか。ロキは中央の拠点にいるはずだ。さっきそちらへ向かうのを見たからな。敵将こちらに。ロキ殿はかたじけない。さすがです。あなたならばと思っておりました。超死竜剣だ。駆け引きの妙見せてやろやろう。さすがです。打ち取った。あなたならばと思っておりました。どうしよう。死んじまった。あれは雪村。まさか受けられぬ。私を追ってきたというのか。騒がしい。その程度の数ここまで乗り込んでくるとは。ちょうどいい。ロキ、怪物どもを使い奴らを始末してみせる。できぬのか。ならばよ、怪物ども侵入者を迎え撃て。負けられぬ。さあ敵将待ち取った。さすがです。あなたならばと思っておりました。さすがです。あなたならばと思っておりました。負けられぬ。存外弱いな。ならばこれはどうだ。負けられぬ。ここは譲れない。いざ参る。
お前たちの底力存分に見せてもらう。行け、奴らの望みを断ち切るな。仕方ないわね。神の力を決める。雪村、負けられない。敵将打ち取った。このままでは大切な友を死に追いやる。この痛みを私は知っている。もう二度と同じ過ちは犯せない。さすがです。あなたならばと思っておりました。こんなところで死ぬ気なのか、雪村。君がそのつもりだとしても私がさせはしない。ロキ殿、お会いできてよかった。あなたともう一度話がしたかったのです。ああ、私もだよ。だが今はこの状況をどうにかすることを考えよう。ロキ殿と共に戦えることを嬉しく思います。ですがこのままではあなたは主を裏切ることも。ロキ殿、本当に良いのですか。主を裏切るのはどうということなのさ。友を失う痛みに比べればな。ロキ、やはり裏切った。愚かな魔女ならば、お前にも絶望を与えよう。この力生きて帰れると思う。この数の怪物、とても相手にはできない。敵の少ない道を選び、死地を抜け出そう。はい、共に参りましょう。ロキ殿、いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。合わせれば必ずや。ああ、雪村、君と私ならきっとこの死地を切り抜けられる。さあ、我らにあだなす愚か者を葬り去るぞ。あれは三成殿の幻影か。兄上や親方様だけでなく、三成殿まで。今こそ攻め立ててやろう。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。無駄だ、オーディン。もうその手は通じぬ。雪村、あと少しだ。ここさえ抜ければなんとか逃げ切れる。
ロキ殿と二人なら必ずや。さあ共に参りましょう。そう簡単に逃がすと思うのか。さあ滅びの時を。さすがです、あなたならばと思っておりました。よし、うまくいっている。